1961年4月12日、新たな世界の建設は最初の100日間では果たせまいと言ったそうだ。でジョバンニはカンパネルラと銀河を旅していたけれど、あの中に乗っていたりして、この物語はあなたが教えてくれたよね。いつの間にか随分と遠くまで来てしまったみたい。やっとたどり着いたここにも、あなたはいない。新たな世界、そんなものがあるなら私は知りたかった。嫌だ嫌だ、戻りたくない。だって誰も私を救ってはくれなかったじゃない。愛なんてさ、愛なんてもう愛らないのさ。僕は一人きり明日へ向かう。それでも会いたかった。どんなに辛くても、それが間違った選択だったとしても、あなたと一緒ならどんなに大きな闇だって怖くはないのに。それならば約束してください。もう二度と私から離れていかないで。きっとみんな本当の幸いを探しに行く。どこまでも、どこまでも。
1961年4月12日、北緯45度37分、東経63度19分の地点で、世界初のロケットボストーク1号が宇宙に打ち上げられた。同年1月20日、北緯38度53分、西経77度の地点で、大統領ジョン・F・ケネディは、新たな世界の建設は最初の100日間では果たせまいと言ったそうだ。で、ジョバンニはカンパネルラと銀河を旅していたけれど、あの中に乗っていたりして、この物語はあなたが教えてくれたよね。目をキラキラと輝かせて、それこそ星空が映っているみたいだった。私を星に例えるならばアステロイドだと言った。どこまでも孤独で寂しい。けれどそこに確かな強さがあると。あれは私のいた地球かな。ここからじゃよくわからない。いつの間にか随分と遠くまで来てしまったみたい。とたどり着いたここにもあなたはいない。どうやらこれは本当の幸いではないらしい。
な世界、そんなものがあるなら私は知りたかった。宙を舞った、どこまでも落ちて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 、本当の幸いのためならば体がぐちゃぐちゃになっても構わないと。けれど神様はそれを許してはくれなかったようだ。ふと横を見ると、あなたはもう隣にはいなかった。カンパネルラがジョバンニの前から姿を消したように、私は一人ぼっちだ。私を引き戻す音がする。光が見える。触れている。嫌だ、嫌だ、戻りたくない。だって誰も私を救ってはくれなかったじゃない。ひれごとはもう聞き飽きた。見せかけだけの愛なんていらない。愛愛なんてもはいらないのさ。神なんてさ、神なんてもは信じらないのさ。疲れ果てた世界は切れ損え、突き落とす夢見すぎた世界は困り顔で引き戻す。やっと来たんだこの場所に、きっと自由なこの場所に、ただ宇宙の孤独さに抱かれて一人明日へ向かう。何にも誰も見たことのない世界へ行こうと言ったあなたが私を置き去りにした。理解した時にはもう遅かった。本当の幸いが何なのか分からなくなってしまった。それでも会いたかった。どんなに辛くても、それが間違った選択だったとしても、あなたと一緒ならどんなに大きな闇だって怖くはないのに。Thank you.
はどこか懐かしい、優しくて温かい声だった。弱い私をあなたは許してくれる？それならば約束してください。もう二度と私から離れていかないで。きっとみんな本当の幸いを探しに行く。どこまでも